ここは場所はガール湯沢、はい、ガラガラのガール湯沢。スキー行くならやっぱ平日ですね。平日しかないですよね、スキーをするなら不動産投資。不動産投資で滑っちゃダメですけど、ね、なかなか。はい、どうも木村です。藤本です。どうも藤本さんです。はい、不動産投資仲間のですね、藤本さんです。はい、藤本です。藤本です。いやいやいや、それ冗談として、いや、でも今回ね、あの、不動産投資仲間、はい、十何人かなと来てましたね。で、今日は2日目、はい、昨日も滑って飲んで、はい、温泉入って飲みましたね、昨日ね。飲みましたね。相変わらずです、はい。みんな飲むんですよ、トントン。飲みますね。で、ね、今日は気に不通で、はい、みんな何時まで持つかって話がありますけども。早めに上がるかもしれない。そう、本当ですよね。また飲むんでしょ、お昼。お昼、まあ、多少。まあ、スキー場はね、飲みますからね、やっぱりね。汗もかきますし、美味しいですよね。そうですね。ゲレンデル飲む。で、今日も平日でガラガラで。はい。本当にもう見てくださいよ、もう。リストも載ってないですよ、あ、2つ後ろにもね、あの仲間が載ってますけどもね。あと今日天気がいいですね。あ、だんだん景色がこう開けてきて見えますかね。今日は天気がいいです。で、ここは場所はガール湯沢、はい、ガラガラのガール湯沢。ガラガラのガール湯沢、本当にガラガラで。でもおすすめですよね。いいですね。新幹線乗ってすぐその駅からもうゲレンデなんで、ね、直結ですからね。新幹線も早いし、はい、1時間寝てたら着いたんですよ ね、 そんな感じですね。東京からだともうすぐですよね。そうですよね。いやー、気持ちいいですね。気持ちいいですね、本当にね。寒くもないし。見てるあなたはスキーしますか？あ、するらしいです。今聞こえました、3人ぐらいから。少ないですね。いや、少ない。3人ぐらいです。いや、本当にね、スキーやる人はね、特にサラリーマン、できるだけ平日休んでね、休み取って、ガール湯沢とか。スキー行くならやっぱ平日ですね。平日しかないですよね。本当にこんな天気のところで、ガラガラのところでね。あと雪質がいいですよね。そうですね、人いっぱいいるとやっぱりすぐゲレンデね、荒れちゃうから、やっぱりいいですよ。もうやっぱ上の方がいいですね。そうですね。あと一番いいのはやっぱり脱サラしてね、はい、いつでも自由に行ける感じにするのがいいですね。もう、平日行き放題ですからね。そうですよね、何泊でも泊まれるし、はい、それやるにはやっぱり不動産ですから。いやー、もうやるしかないんじゃないですか。やっぱりそこに落ち着きますか。そこになったんじゃないですか、なんだかんだ言ってる、ね、だって不動産って何もしませんもんね。そうですね。藤本さんも、ね、何もしてないでしょ。何もしてないです。たまにちょっと電話するぐらいです。たまにちょっとね、管理会社から電話来るぐらいで、はい、あと何もしなくていいんだよね。何もしないですね。なのでやっぱりね、スキーをするなら不動産投資。そうですね。なんかカッコつけてますけど。ね、でもね、ちゃんとやらないと。そうですね。不動産投資で滑っちゃダメですから、ね。なかなかいいオチですね。そうですよね。下まで転げ落ちちゃいますからね。そうです、そうです。ずっと下までね。立ち上がりながら。立ち上がりながらっちゃうから。ちゃんと滑んないとね。ちゃんと滑んない。そうそうそう。なんか欲しいな。滑っちゃダメなんだけど。まあいいや。はい、ということで、もうそろそろこう着きます、はい。頂上です。頂上の景色。頂上の景色です。いいですね。これからまた今日一日滑りますと。安全にね。はい、不動産投資のように我々の。滑っていきます。ということで、はい。また滑っているところを撮りますんで、楽しみにしてください。山田、どうも。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。私のラインアットでは YouTube では配信していない不動産投資ノウハウについてお伝えしています。また不動産投資極秘ノウハウの動画13本と SEO アドバイス、これらの2大特典を無料でプレゼントしています。詳しくは動画説明欄をご覧ください。